はい今回の動画ではストロークこのストロークをオンコートで打つ以外の時間でいかに上手くなっていくかといった点を解説していきます前回の動画ではこのではストロークこのストロークの振り方というのはどのように体の力を生みそしてその力をどのように使うことによって最も良いスイングができるのかといった点を解説しました。今回のの動画ででははその解説を踏まえでは 素振りのスイングの練習をしていくときに何を意識すればより効率的により良いスイングができていくのかといった点を解説していきます。ですのでもし前回の動画をご覧いただいてない方はまず前回の動画をご覧いただいてから今回の動画をご覧ください。前回の動画ではこの軸と軸が回る力をいかに邪魔しないかそしてラケットで生まれる遠心力そしてこの遠心力をいかに加速するかといった点を ご説明させていたただきましたでは実際にスイングの練習をしていく時に落とし込んでいってみましょうはいスイングの練習をしていく時はまず構えの形をしっかり作るようにしましょう構えの形は体が打ちたい方向に対してまず横向きに作ります軸を回しに行ける体勢にしましょう体が前を向いてしまっていては軸を回しに行くことができないのでしっかり軸を回しに行けるようにしましょう 正面から見るとこのような形少し左肩が入ってるような形がいいでしょうそして右腕の位置は体が回っていった時にこの体が回る力を腕に伝わりやすくしたいので肘が体についていては体が回った力が腕に巻きついてしまうのでうまく力が向こうに解放されませんですので少し脇を開けておくことが大事ですそしてラケットの位置は 打点から遠くに離れてしまうと体が回ってきてもラケットが出てこないので遅れてしまいますですので脇が少し空いた状態でラケットはなるべく打点に近い位置にありましょうこのように構えてもこのように構えても構わないと思いますあまり打点から遠い位置にならないようにしてくださいまずこの構えの形をしっかり作るようにしましょう そしてこの状態ができたらスイングをしていくわけなんですけれどもスイングをしていく時は体を回す力をイメージしましょう体をまずは回しにいく腕はあまり気にせず体をとにかく回すこと体が回った力で腕がついてくるといった感覚を意識してください体が回ってその力で腕が後からついてくるそのような感覚でまずスイングをしてみるようにしましょう そそしてそのスイングをした時に体が回った力でラケットに遠心力が生まれているかどうかこの点を確認しましょう。体が回った力でラケットが向こうにブルーンと振り回されるような感じそしてこのラケットの遠心力を体全体この胸や肋骨この部分で感じれるとなおいいです。 このラケットで生まれた遠心力でブルーンと腕が出ていく感覚をつかんでいくための非常に良い道具もありますバナナウェイトという道具になりますラケットのスロート部分に重りを付けその重りでラケットが遠心力で出ていく感覚を養える道具になりますこの道具についてご紹介している動画もあるのでそちらもぜひご覧くださいはい、この。 ラケットで生まれた遠心力が肘で感じる方はこの肘を支点にスイングをしてしまってますあるいはラケットが回る遠心力が手首で感じる方は手首が支点にスイングをしてしまっています腕全体がラケットと一緒にブルーンと引っ張られるような感覚があるかどうか意識してみてください そして最後のポイントはフォロースルーです振り終わったときにフォロースルーがどのような形かをチェックしてみてください肘を支点に肘の力でスイングしてしまっている方は肘が体の前に来ていますそして手首が支点になってしまっている方は手首が前にありますですが大事なのはこのラケットに腕全体が引っ張られてスイングが終わっていることですので肘がしっかり振り抜かれ手首もしっかりこちらまで来ている このような状態ができるとしっかりラケットの遠心力でフォロースルーができている形になりますチェックのポイントとしてはこのフォロースルーの形でチェックするとあなたのスイングの何が問題なのかがご自身で理解いただけると思います今回の動画ではオンコートやテニスコートで打つ時間はあんまりないけれども コート外でも上手くなりたいストロークを上手く打てるようになりたいライバルに勝てるようになりたいという方へ動画をお送りしました次回の動画ではこの基本的なポイントを押さえていただきこれができたという方を対象にさらにラケットワークを上手く行う方法やラケットをさらに加速しスイングをする方法この点について解説をしていきたいと思います 今回の動画は以上になりますありがとうございました